おいしい、おいしすぎる。茶色い系ってさ、なんかこう残る甘さとかあったりするじゃん。でもそれが全くなくて、なんかそのホップのこう茶色い感じの美味しさだけが、香ばしさだけがあって、喉越しがさっぱりのアンバーエールなの。めっちゃ美味しい。すごい美味しい。血も面白いスポットだから、ぜひ行ってみてね。ああ、美味しい。あ、これ、現地の鷲の家酒店で飲むと、鷲の家酒店さんで、ドラフト、あって、いつも6タップとかくらいあって、その生がね、ほんと美味しいから。これ、瓶でも美味しいんだけど、そのもうね、生がね、もっと美味しい。はあ、美味しい。それ飲むために、いつも山口館に泊まっています。すぐ隣のね。群馬で飲める最も美味しい液体でした。他の味もね、これでも私は自分的に第4位。これでも、こんなに美味しくても、他のももっと美味しいので、超おすすめ。島温泉でしか買えないので、ぜひ飲んでね。めっちゃ美味しい。あ、てか飲まなくていいよ。私が飲めなかった。じゃあねー。